コミックシーモア。僕の妹は漫画を読まないと思いきやシーモアしていた。あ、漫画読むんだ。いやだって 50% オフになるっていうから。はいはいはい。新規登録してクーポンもらっちゃったな。はい。漫画愛あふれてます。コミックシーモア。コミックシーモア。私の兄は漫画に夢中。シーモアってやつで。ねえ、それのどこがいいわけ？ん？業界最大級の作品数とか。最大級？ってことは読みたい漫画じゃんじゃん見つかるってこと？うん、あ、ごめん聞いてなかった。だから読みたい漫画じゃんじゃん見つかるってことだよね。そう。りょ。漫画愛あふれてます。コミックシーモア。なんかこう漫画愛っていうのをこう、はい、いろんな形で表現できて楽しかったですよね。はい、楽しかったですよ。うんうん、あのちゃんとこう。お話するのは初めてだったんですけど、うんうん、意外としっくりきてます、はい、楽しかったです、はい、あの監督もすごく、うん、あのユニークな方で盛り上げてくださったので、はい、熱い感じになってますね。いい現場でした、はいはい、いやそうですね、こんな綺麗な妹はいないですけどね普通だったらまあでもそうですね、僕も4つ下の妹がいて年齢的には3つぐらいですよね。そうですね、そうですよね、うんうん、だからなんかすごく違和感なくあのこの役の距離感っていうのはつかめたかなとは思いますけど、うん、はい、お願いします。そりゃこんな爽やかなイケメンなお兄ちゃんはいません、はい、いませんでもなんかこの2日間で顔が似てきたんじゃないかなって思います、うん、似てきました、はい、よろしくお願いしますそうですね、なんか普段家で起こっている日常的な会話の中にこの今回のコミックシーモアの漫画のテイストというか、うんうん、2人のこう何気ない会話の中に漫画のあの絵がボンって入ってきたりとか、はい、そこのなんか切り替わりっていうのを、ね、ちょっとクスッと笑えるところもあると思うんで、うん、楽しんでいただけたらなと思いますけど、うん、はい、今回の CM の設定では僕が最初にハマっていて、お前まだ見てないのっていうそういう設定だったので、もうなんていうんですか、僕が先に始めた人で後から乗ってきた人、なんかそういうなんかこう兄弟のなんていうんですかね、兄貴がなんかこう妹にお前まだそれ知らないのみたいな、そういうこう兄弟らしい距離感が出るようにいろいろこうニュアンスを変えて何パターンも撮ったんですけど、いっぱい撮ったからね。そうですね。だからどれがどこに、うん、あの当てはまってるのかちょっとこう完成を見てみないと分かんないですけど、そうですね、うん、私もあのお兄ちゃんに勧められてどんどん漫画にハマっていくっていう役だったんですけど、でもなんか実際こう、うん、漫画をなんかこうやって見てるとなんかもっと読みたいなって、うん、こうやってたくさん読みたいなって思うようになりました。そうですね、携帯で見れるわけですもんね、うん、楽ですよね、うんうん、小さい頃とかというよりは、まあ、今後のお仕事やっていく中でやっぱり原作ものでこう映画を撮ったりすることが多いので、そこでこうやっぱ読み込むことがやっぱ多くて、そうですね、そう、私はあの姉がいるので、うん、よく姉に漫画を借りて読んでたりしました。だよね、ほら俺だとまあ先生君主とか、うんうんうん、青空エールとかそういうことになるんですかね、はい、うん、私はお姉ちゃんからあのドラゴンボールとあとナナとかすごいいっぱいあったんでいろんな漫画を借りました。まあ、でも一番はやっぱりこうなんていうんですか、全巻揃えて漫画を買いに行ってっていうイメージなんですけど、でももう今もう携帯でその場で見れるので、見たいと思ってからこう見るまではやっぱすごく早く
なってるんだなっていう印象は思いましたね、はい、そうなんか私も、うん、結構こう漫画を見るときになんかどういう話か分かんないけど買っちゃったらちょっと違ったなみたいなのってあるんですけど、うんうん、なんか試し読みももうほぼ全てのやつでできるんで、ね、なんか最初にこうちょっと見てから、うん、あこれいいなと思って購入できるっていうのがすごいいいなって思いました。どうだろう、いや僕はあんまり流行りに敏感ではないので、今盛り上がってるじゃないですか、うん、鬼滅の刃とか、うん、僕のいとこはみんなハマってるわけですよ、うんうんうん、そんなに面白いのかと。いや面白いですよ。面白い、はい、読みますいやそうみんなあそこまでなってるんだったら、うんうん、ちょっと読んどかないとまずいのかなと思ってまして、はい、そうです。でもなんか今のこう今流行ってる漫画も見るのも楽しいんですけど、うん、なんかちょっと昔に流行った漫画とかをもう一回見たりとかするのも、うん、あなんか時代背景が全然違うなと思いながら、ね、うん、絵のタッチとかも違うんだろうね。そうそうそう、ね、うん、すごい楽しいです。男の人とか女の子の漫画の感じはどこで変わって切り替わったんだろうね。ね、ファッションとかもちろん絶対全然違うと思うし、うん、多分目の描き方が全然違うんだろうね、うんうん、漫画愛って読む人はもちろん持っているものだと思うんですけど、コミックシーマンのようにそれを届ける側にも漫画愛って重要なんだなと感じました。漫画が大好きだから たくさんの人に、漫画を届けたい。私もそんな気持ちで、コミックシーマンを広めれればいいなと思います。そうですね、もちろん今漫画好きの人もこれから漫画をもっともっとこう、ね、始めていく人も、ね、いろんな時代の背景の漫画だったりとか今流行りの漫画もいろんなジャンルの漫画をコミックシーンまで見れると思うので、なんかもう始めてる人も始めてない人もここからどんどん漫画に対しての見方だったりなんか漫画への愛がどんどん深まっていけばいいなと思います。はい、お願いします。お願いします。今回お二人、兄弟設定でございます。ある程度兄弟ってなんか距離をこう あんまり入り込まず、はい、みたいな。 OK、 もうちょい下げ、もうちょい下げ。 OK、 それだ、はい、本番よーい。中条さん、本日の撮影以上になります。お疲れ様でした。